のインタビューです。テーマ、人の死に方には何種類ぐらいあるんでしょうかということでお願いします。何種類っていうか、他殺、病死、そして老衰、事故、災害、自殺、そういったもの、種類あるんだけど、すべて自分自身の魂が選んできてるシナリオだから、いつ死んでもおかしくない。例えば、あの赤ちゃん、お腹にいる時、赤ちゃんができました。で、お腹の中で死にました。みんな、あ、短くてかわいそうとか、小さい時に病気で亡くなりました、かわいそう、寿命まだまだあったのにって思われてるけど、それは人間が作り出した時間、設定、制限である。魂からにしたら、自分の人生を全うして亡くなってるから、だから命に短い、長い、そして、どんな死に方であれ、その人の役目を終えて亡くなった、ただそれだけ。ありがとうございます。